はい、皆様おはこんこん、どうもそうすけです。龍が如くパート14やっていきたいと思います。で、今回はね、はるかちゃんどっか遊びに行こうということで、もう何すればいいんですかね。どうでしょう、ゲームセンターとか、まあその辺かな。走ってるけどね。じゃあね、場所につき次第、どっかの場所につき次第やっていきたいと思います。それでね、そこまでカットしたいと思います。そこ見てください。途中で遊んでたんですけどね、プリクラ撮れました。はるかちゃん可愛いですね。じゃあね、またカットで、カットでかね。おじさん変な顔ね。これもらっていい？あー、いいぞ、ありがとうおじさん。お、信頼度とかあるんですね、ラッキー。じゃあね、またカットします。あのちょっと、はい、ストーリーが進んだみたいですね。何だおりゃ。さあやっていきましょう。え、テレビの撮影か何か。おい、飛び降り自殺する気じゃねえか。おい、秋元、バカなまねするんじゃねえぞ。今警察呼んだから、そこ動くな。水木ちゃん、ごめんね。おじさん、あの人飛び降る気だよ、早く止めなきゃ。屋上へ行くぞってことだね。屋上へ行きましょう。あ、屋上にすぐやってきましたね。置いてかないでよ。どこにいるんかな。ん、こっちかな。お前やめとけ。ん、誰だよお前ら。おい、バカなことするんじゃねえ。そうだよ、そんなことしても誰も喜ばないよ。邪魔しないでくれ。そこから近づくと飛び降りてやるからな。ああ、何かあったか話してみろ。何かあったか言ってごらん。話したら楽になるもんだぜ。水木ちゃんに貢いでたら、借金がとんでもない額になったんだ。だから、生命保険で返済するしかないんだよ。こいつの言う水木は本物なのか？水木って誰だ？マックスボンバーって店のナンバーワンキャバ嬢、水木ちゃんだ。マックスボンバー、はるか知ってるか。聞いたことない。スタイル抜群で性格のいい、それでいて親思いの優しい子なんだ。あの子のためだったら俺は何だってできる。そいつには連絡したのか。水木ちゃん、今親父が心臓病で入院してるんだ。仕事が終わると病院に直行して毎日看病してる。だからお店以外では連絡しないって約束なんだ。どれだけ貢いだんだ、どれだけ貢いだんだ。カバンや洋服、宝石、あの子が欲しいと思ったものは全て、プレゼントしたのは全部大切に家に飾るって。分かっただろう、みずきちゃんの素晴らしさを。もうこれ以上時間の無駄だと飛び降りるぞ。おい、ちょっと待て。うわぁ、秋元くん。お、みずきちゃん。いや、ブサイクやな。来てくれたんだ。ごめんね、みずきちゃん、借金返せなくなってさ。みずきちゃんに迷惑かけたくないと思って。私を置いて死んじゃうの？秋元くんは私にとって命よりも大切な人なのよ。忘れたの？みずきちゃん、だから死ぬなんて言わないで。そんなクリスマス迎えたくないよ。みずきちゃん、俺間違ってたよ。秋元くん、分かってくれてありがとう。みずきちゃん、素敵だよ。私、プレゼントは限定のダイヤモンドリングが欲しいの。分かった、今から買いに行こう。じゃあプレゼント買った後同伴してくれる？もちろんだよ。どうやら人違いだったようだな。はるか、行くぞ。こんなん見せられたところでね。あら、サブストーリーやったかな。まあ変なサブストーリー見せられましたけど、ストーリーかなと思ったけど、
まあ、結局3000ももらいましたしね、うん、まあ、よかったんじゃないかな。じゃあね、またストーリーが進むまでカットで。はい、ここをね、この男に話しかければ、今画面に切れてますけど、この男に話しかければストーリーが進むみたいです。宝地を買えば中に入られるのか。何だから書けば、ああまあな。ではそちらでくじを買ってください。ここですか。あら、お兄さん何か聞きたそうな顔してるわね。ああ、あいつから聞いたのね。ちょっと待ってな。入場するには10万円分の掛けくじを先に買ってもらうけどいいかしら。はいよ。はい、じゃあ10万円分の掛けくじね。掛けくじ、掛け札1000点ね。いってらっしゃい。ってことで、掛けごと、賭博ですかね。やっていきたいと思いまーす。おー、すげえ。すごいですね、こんな裏道が。カムロ町にはいろんなもんがありますね。話しかけれる？話はかけられなさそうですね。ちょっと待てよ。なんかいろいろ言ってますね。ん？なんかすごい場所に着きましたね。お前か？お前かな？話しかけますよ。お客人。賭場での遊び方はわかりますか？まあ、いいえ。そうですか。ではごゆっくりどうぞ。まあいいや。なんでもいいや。オッケー。勝負。国の藩。ああ、藩か町かってやつですね。お客さん、小連れかい。社会勉強さ。迷惑か。別に。ただ、ここには子供料金なんてありませんぜ。入ります。さあ、張った張った。長、威勢のいい子だ。長、すごいですね、はるかちゃんできるんですね。長だ。半だろ、半だ、半だ。長、半。そうですね。ほら、前点、まあ、前点かけたらいいんちゃいます？お、すごい、はるかちゃん、すごいよ。やりますね、はるかちゃん。もう前点行ってやりましたけどね。入りますってことで。お、超だそうです。ここははるかの勘を信じてみるか。そうなもう1000点 ?2000 点、まあ、1000点しかかけれないかな。もういいよね。10万やったら10万で遊べたら。おお、すごい。そういう設定なんかな。それとも本当にノリなのかな。すごいですね。ここはなんで無言なんでしょうね。超しか言わないですね。はい、信じてみましょう。これ動画向けなのか。晴天しかいかんけど。もういいんじゃない。おお、すごい。アホみたいに点数が増えていきますね。いや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 、ここどうなのか。ここを取って、はい、信じてみましょう。いや、もう全部ね、行きましょう。まあ、言ってしまえばこれに10万かけてることになりますからね。これはすごいですよね、ある意味ね。超しかなりませんね。てか、これ何回続くの。まあ、いっか。これがね、めっちゃお金になったら嬉しいですけどね。待って、これで今何点？あ、まあいいや。早く終わってほしいですけどね。
お、蝶や。すごいね。さあ、次の勝負。お、しとりましたね。ちょっと、中座させていただきます。すぐ戻りますんで。楽勝だね、おじさん。なんか私、才能あるかも。そうだな。私のおかげで勝ったんだからね。何かおごってよ。ああ、いやあ、お待たせしました。年のせいか小便が近いもんで。さ、続いて参りましょう。入ります。勝負。次はねー、どっちも、どっちも、はい、入りました。絶対あれですよね。あの、いたずらというか、悪さしてますよね。うん。もう、悪さしてるのがわかりますもんね。うん。多分、蝶で来るんでしょうね。やっぱり。これ何回続くんやろ。お、すぐ来ましたね。お座りいただきましょうか、お客人。いでででで、気安く触るな。何しやがる。うわぁ、何やってんだこれ。邪魔すんじゃねえよ。邪魔したな。待ちやがれ。あ、おじさん。おい、あれ、なんだあれ。ずいぶん変わったサイコロだな。イカ様じゃねえか。どうなってんだこら。ふざけやがって。おい、出てこい。イカ様だ、つまみだぜ。ああ、はい、鳥羽の用心棒ということで、ああ、わけのわからん連中はしばきますよ。はるかちゃんもはあって言いましたけど、いや、刀持ちか。厄介やな。厄介やな。これ一匹ずつ潰していくしかないですね。ちょっと待って、ちょっと待って。数が多い。よし。よし、いいよ。場所が悪いですね。OK。さあ、潰しますよ。OK。ここ高いですよ。あと、お前か。壺張りの鉄。あと、お前だけ。ちょ、見えにくい、見えにくい。こっち来いよ。どこ？これ小牧流に教えてもらいましたからね、この刀の使い方。まだまだ。よし、一人だけなら面白いですね。まあ、あとは殴って倒しますか。オッケー。もうこいつも時間の問題ですね。オッケー。まあそんなにびっくりするほど強くはなかったですね。まあ刀持ちっていうのはちょっと厄介でしたけど、まあね、普通にクリアって感じですかね。ちょっと待った。もう勘弁してくれ。サマーやらかした壺振りのけじめ、どこでも相場が決まってるもんだ。いや、でもそれは。お客人、大変失礼いたしました。手前ここの仕切りをやらせていただいております。この壺振りは流れ物でして、途方知らぬこととはいえお詫びの言葉もございません。この落とし前はチリつけさせていただきますので。そんな。この後始末、
手前どもにお任せいただけませんでしょうか。もちろんただでとは申しません。俺たちも帰るとこだ。あとはあんたに任せるさ。ご理解いただきありがとうございます。今後ともごひいきに。お、動けますね。面白かったですね。お、謝礼金10万。お、伊達さんから。どうした？そうそう、時間だ。はるかをサイの河原に預けに来い。なるほど。じゃあね、どうしましょうかね。ここで終わるのは面白くないですよね。じゃあね、サイの河原までカットしたいと思います。じゃあカットで。はーい、ってことでサイの河原に着きました。ということでやっていきましょう。伊達さんに会いに行くのかな。よし、進みましたね。やっていきましょう。キリュウ、そろそろ時間だ。ああ、10年前と今の錦山は別人だぜ。何仕掛けてくるかわからねえぞ。ああ、はるかを頼む。わかってる。10年ぶりの親友と飲んでくるよ。少し遅くなるかもしれない。うん、気をつけてね、おじさん。セレナへ、ってことでセレナへ向かいましょう。じゃあね、セレナまでカットしたいと思います。じゃあね、カットで。はい、ってことでセレナ前まで来ました。ということでやっていきましょう。さあ、錦山いるのかな、因縁の野郎。さあ、しばきに来ましたよ。よし、セレナへ到着。レーナ、お前なんでここに。これから錦が来るんだぞ。だからよ、あなたたち殺し合いでもするんじゃないかと思って。レーナ、錦、久しぶりだな、兄弟。レーナ、酒を。うん。10年ぶりだ、お前とこうして飲むのも。ああ。面会にも行かなくて悪かった。俺もいろいろ忙しくてな。そうだろうな。俺は、どうしても100億を手に入れたい。お前が連れているガキとペンダントを渡せ。その前に答えろ。なぜ水木を殺した。殺す気はなかったんだ、由美の妹を殺すつもりなんてな。あ、親父。何やってんだ、お前ら。すみません。この女、結局口を割りませんでした。誰が殺せと言った。お、親父！待ってください！弓の妹なんだぞ。誰が殺せと言った。誰が言ったんだ！親父！あとはきっちり片付けておきますから。10年か、俺は弓の行方を追い続けた。弓の妹がセレナで働いていると知り、俺はずっと彼女をマークしてたんだよ。いつかそこに弓が現れるんじゃないかってな。はるかのこともそれで知ったのか。巡り合わせだよな。あの娘はひまわりにいたんだ。俺たちが育ったあの孤児院にな。水木はその後アレスを持ち、そして姿を消した。ひまわりにいた娘も。そして登場会の100億が抜かれる。
だがな。それは。そうだ、ユミの指輪だよ。こいつが現場で見つかったんだ。ユミはいる。近くに。必ずな。キリュウ、これは登場界の戦争だ。お前一人でどうなるもんでもない。悪いようにはしねえ。ペンダントを渡してくれ。あれはハルカにとって唯一残された母親とのつながりだ。お前らの戦争なんて関係ねえ。変わらねえな。だからユミもお前に惹かれたんだろう。みんなお前の味方をする。昔っからな。お前、俺のことを憎んでるのか？わからねえ。だが、結局俺はお前を裏切った。笠間の親父もな。もう後戻りはできねえ。まさか、笠間の親父さんを撃ったのは？ああ。さすがにあん時は、手が震えた。やめて！やめてよ、二人とも！なんでだ？おやっさんに世話になった恩はねえのか？まだくたばっちゃいねえだろ。それに、今はシンジも一緒だしな。おやっさん、着きました。お前、シンジを盗聴して。10年前のあの日から、俺は誰も信じちゃいない。俺は俺のやり方で登場界のトップに立つ。どうしても水木の娘よこさねえなら、お前でも容赦はしない。好きにしろ。だが遥かは渡さねえ。お前の道具になんかさせやしねえ。今更だが、お前とはもう一度一緒にやりたかった。だがもう今日限り兄弟じゃねえ。なんでこんなことになっちゃったの？ねえ、なんで？親父、手はず通り。ああ、やってくれ。はい。はい、錦山組構成員、クソどもをね、しばき上げますよ。ほんま、恩もクソもありはしませんね、ほんとにね。なんすか、風間のおっさんに手を出すのはよろしくないですね。ほんま、ほんま、恩になったやつの、ね、恩知らずではこういうことですね。やっと。よし、ここいっぱい椅子ありますよ。 OK、 そんな強くはなかったですね。うん、まあこんな程度じゃないでしょうね。手はず通りって言ってるんでね。うわ、アホみたいに言いますね。かっこいい。お久しぶりです、キリュウのおじき。親父の命令です。恨まんでください。やれ。進藤浩二ですかね、若頭。なかなか強そうですね。さあ、こっちもいっぱいおるね。こっちが最後か。これ厄介ですね。ちょっと場所が悪いよ、場所が。
場所が悪いよ、場所が。よし、数を減らしていかないと。場所悪い。よし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 、武器でも持ちますか、なんかね。うん、まあこれでいいかな、とりあえずは。場所悪い。回復しておきますか、厄介ですね、あいつら連中で、ね、刀持ちとは厄介ですね、数が多いし。よし、惜しいね、お前や。いいよ、数減らしてきてるよ。よし、あとは振動だけですね。くそ、こっちも刀持ちますか、子たちもらいましたからね、あの人にね、あのサイの代わりのおっさんに、見にくい見にくい。よし、どうしますか、やっぱりなかなか動きがいいですね。はい、回復しましょうか。ある程度回復アイテム買っといてよかったですね。下手くそですね。いた、強いな。まあなんとか苦戦しましたけど、やりましたね。うん。お、ボス04撃破ということでね。まあぼちぼち良かったですね。うん。はい、これにて第7章ですかね。竜と恋終わりということでね。うん。まあなかなか内容の濃い話だったんじゃないかなと思います。じゃあね、今回これでやっていきたいと思います。ちょっと長い回になっちゃったかもしれませんけど、うん。まあ良かったんじゃないかなと思います。それでね、ご視聴ありがとうございました。また次回見てくれたら嬉しいです。それでね、ソウスケでした。さようなら。